ジェンツ、優勝おめでとうございます。はい、本拠地東京ドームで優勝決まりました、ねえ、はい、まあ東京ドームでは決めるというふうには思ってたけども、まあなんせ5連敗の中、まあ試合内容もそんなに良くなく、まあここまで来て、まあ今日も引き分けということでね、なんか相手も引き分け、対象チームの阪神も引き分けで、ジャイアンツも引き分けで優勝が決まると、ああこれどういう思いなのかなと思ってテレビを見ていたら、なんかこうみんなやっぱりこう1年間トータルでこの試合が引き分けだから、なんかこう釈然としないなっていうことではなく、やっぱり1シーズンを戦ってきた中のね、やっぱ結果ということで、まあ優勝、まあ春先から、ぶっちぎり、優勝したわけだけども、まずはやっぱ監督の経験値、やっぱ原監督って1000勝以上してる監督で、まあ他の監督と比べるとやっぱ実績が違うというね、まあそういう中で、まあ臨機応変に対応していったという、まあそういうことがまず一つの優勝要因というふうに、まあ、考えられるのと、やっぱ今年のプロ野球ってすごく難しかったのはコロナの影響で、いつ開幕ができるか、最初に開幕を迎える4月だったのかっていうふうなことを言われて、いやそれがまた伸び、まあ、6月19日からスタートしたわけだけども、まあそこからはやっぱ選手たちの自己管理と、まあ、節制もあり、まあそういうことでプロ野球が開催され、まあ医療従事者のね、まあ努力もあり、まあ無事開催をし、まあ両リーグ優勝チームが決まったということ、まあそれはもう本当に、周りの人にも感謝を原監督が述べてたし、立派な優勝監督インタビューだったなっていうふうに思いました。で春先のことを思い出すと、まずやっぱ菅野が開幕戦で負けなかったということ、それから12連勝をするまで全く負けなかったということが、やっぱり一つの大きな要因にもなったと思います。やっぱりエースが勝てる、エースが負けない、だからそしたら大型連敗も食らわないということで、やっぱ菅野の活躍というのはすごく見事だったんですね。まあ、それと春先坂本丸、こういった主軸の本当はやってもらわなきゃ困る人間たち、人たち、選手たちが調子が悪い、でも勝つために何をすべきかで、坂本にも丸にもまたウィーラーにもバントのサインを出し、勝つために戦ったという、まあ、一人のプライドというよりも巨人のプライドを守った1年間ではなかったかというふうにやっぱ思うな。それと危機管理が素晴らしくできてた、まあ、例えば外国人のパーラーであまり調子が良くないで、日本の野球にもそんなに順応してない、そう思った時に、まあ、ウィーラーを取り、まあ、一緒に取ったんだけど高梨も楽天から、中継ぎ補強ということで、すぐ動いた。これはもうフロントも素晴らしいけども、現場もそういう意向を出してたと思うし、だからそういったその足りないところを素早く補強したというところがやっぱり優勝へ加速を生み出したというふうに言ってもいいかなと思いますね。シーズン通して、巨人が開幕から独走という感じだったんですけども、はいはい、他のチームはどうだったんですか？やっぱりこうクライマックスがない状況の中で、もう優勝チームしか日本シリーズに出る権利がないということでね、他の追っての、まあ、例えば DeNA だとか、まあ、中日もしかり阪神もしかりなんだけど、阪神は結構西をぶつけてきたりだとか抵抗しようとしてたのね。だけどその DeNA はちょっとがっかりしたのは、ジャイアンツ戦でオープナーを使ってパットンが先発した時があってね、でいきなり8失点で、その試合はもうそれだけでもう終わっちゃったんだけど、なんでジャイアンツにこう照準を合わせて
ローテーションを組まないのかなとか、それとかまあ中日に至っては大野と大野をジャイアンツ戦から外して他のカードへ投げさせたっていうことがあり、なんかそういう面ではジャイアンツがもう圧倒的だったから、もうジャイアンツよりはっていうふうに、なんか尻尾巻いたようなそんな戦い方を少しそういうところが見られたのね。まあそういうところがちょっと残念だったけど、まああれだけやっぱジャイアンツが強い、戦いをしていくとやっぱなかなか歯が立たないと言って、まあ、そういうことを避けたのかなっていう、まあ一つの要因があって、まあただその原監督はジャイアンツは常に勝たなきゃいけない、捨てるゲームはないんだっていうふうに毎年シーズン中に言うんだけども、今年はやっぱ短期決戦ということで、捨てるゲームを作った、しっかり選手に疲労が残らないように、まあその代表的な試合が、10点差以上開いた甲子園で増田をマウンドに上げたという野手を、だそういうことで一人でもピッチャーを温存するような形も取り、そしてまあ野手でも疲れが見える選手だとかそういった体調を整えさせるために若手を使い変えていった。だからまあそういう面では本当にあの原監督じゃないとできないような采配が随所に見られたというね、だから監督の差というものも、まあ、出たシーズンではないかなという、まあ、確かに戦力的なものはあるけども、ただそれをどう使っていくか、それも一つの監督の手腕ということを考えるとね、いくら戦力があっても勝てるという保証はないし、でもその大きな戦力がある中をどう回していくか、まあ、そこら辺の手腕というのは非常になんか勉強になったシーズンだったかなというふうには思いますね。だから若手も素晴らしく成長した、まあ、吉川も使ったり使わなかったりしてたけど、ただ気持ちが出てきた吉川をずっと固定で使ってみたり、で松原を育成から支配下に上げライトのポジションをで固定したりだとか、で若手には何を求めたかというと2つのポジションをこなせるようなそういう教育方針をおそらく打ち出したと思うんだよね。だから内外野できる選手がもうたくさんできたということ、だから一人の選手が2ポジションできるということはベンチ入りメンバーが少ない中なんか倍に増えたようなそういう状態で、まあ、戦えたということね。だからそういうことがすごくこう優勝へ大きな原動力となったかなっていうふうに思いましたね。だからまあ、優勝マジックしとけたなってちょっともたつきはしました。そのもたつきの原因というのはやっぱ菅野が負けちゃったということで連敗しちゃったということ、それによりちょっとチームの勢いが止まったというね。だからエースの力というそういうものっていうのはすごく大きい。で原監督が、まあ、ヒーローインタビューの時に今年の MVP は誰ですかって聞かれた時にまだ戦いの途中だって、そりゃそうだよね。一つのチームを扱ってる監督があの場で MVP は誰かっていうふうにはなかなか言えないよね。みんなが一生懸命戦ってる時にそれは愚問だったとは思うけど、でも、まあ、明らかに菅野だね。菅野が負けなかったということがやっぱ巨人を支えたという。でブルペン陣も菅野が投げた時には少しは疲労回復の日に当てられたということ、やっぱ完投能力も高かったしね、まあ途中で降りる試合もあったけども、だけどもやっぱり菅野が投げた時には菅野に任しとけば大丈夫というね、なんかチームにこう安心感みたいなそういうものも与えたかなという。で野手で言えばやっぱり何といってもキャプテンの坂本、やっぱ朗らかだよね。なんかこう窮地に追い込まれてもなんか坂本の顔を見てるとなんか笑顔になってしまう、なんかこう
もうそんなにプレッシャー感じなくていいんだよっていうような、そんななんかこう大きな朗らかさを持っているということ、それと岡本のやっぱまだ途中だけども二冠王争い、ホームラン、打点で、それを追随している丸、こういったやっぱり4人の選手が支えながら、まあ若手と融合し優勝を勝ち取ったという、まあ見事としか言いようがない、もう本当に難しいシーズンだったと思いますけども、優勝できて、また同級生の原監督が優勝できて、何度もこう嬉しいなというふうに思いました。まあ昨年ね、原監督は日本シリーズ終わった時に本当に悔しそうでした。もう秘めたる思いというのはもうすごく、メラメラと燃えていると思います。まあ今日でもですね、優勝を決める試合でもデラロサを、これはやっぱりシミュレーションだと思うんだけど、8回から投入し、回またぎをさせたとか、そういうことももう日本シリーズに向けて着々と準備を進めてます。まあパ・リーグはまだどっかで出てくるかわからないけども、まあ昨年の雪辱をですね、原監督には晴らしてもらいたいと思います。まあ優勝して間もないですが、まあ原監督の性格を考えると、もう気持ちは日本シリーズに向かってると思います。ぜひセ・リーグの代表として頑張ってほしいと思います。おめでとうございました。